ビデオダイアリー February the twelfth, twenty twenty three by Hiroshia s h e h m e m e t City i s Japan ビデオ日誌2023年2月12日林宏ですこんにちは今日の仕事もそろそろ終わりに近づいてきましたで今日一つ総まとめ的に皆さんに お伝えしたいことがありますので、ビデオ日誌「B」を発行することにしました簡単に言えばですね地球人間を支配する神にですね、まあ、人間側から見てということになりますけども全身 Good God と邪神 EVE God がいるということです Good God つまり全身というのはつまり人間側に立って 人間の指導ににたっていいる神ととうことになります一方、邪神というのはですね、まあ、つまり人間をですね、出来損ないと位置づけてですね、つまり人間をまあ同行しようと考えている神ということになります。その二人の神を表したのがですね、全、えーまあ、身を表したのが、ダビデオ像という名前のついた像で象徴される神ということになります。 一方、邪神と言われている、まあ、私が位置づけている神はですね、つまりダ、ダヴィンチが描いたと言われているモナリザということになります。で最初に皆さんに簡単にダビデ王とモナリザについての話をしておきたいと思います。ダビデ王の像はですね、ミケランジロが彫刻したものと言われています。一方、モナリザはですね、ダヴィンチが描いた絵ということになっていますが、がですね、このダビデ王像もですね、 モナリザもですね、えー、ミケランジェロが彫刻したものでもありませんしまたモナリザもですね、まあ、ダヴィンチが描いた絵でもないということですその上のですねえ、つまりカイン・ザ・クライストカイン・キリストが描いた絵ということにあ彫刻した彫刻あるいは描いた絵ということになります、まあ、その証明は別にしてですね、え今日はこのダビデ像、まあ、ここではですねダビデ像とモナリザについての、まあ 簡単に、そう簡単って難しいしか、大変難しい、複雑な謎につながっているわけですけれども、説明しておきたいと思います。で、ダビデ王というのはです、ね、まあ、ユダヤのまあ大先祖、王ですよね、ということになっていますけれども、まあ、その大前提としてですね、カイン・ザ・クライス、カイン・キリストはですね、その人間の指導にあたってですね、多くの 海外、まあ、彫刻を残したということになるわけですけども、まあ、逆に考えますとね、海外彫刻を通してですね人間指導に当たってきたということになるわけですけども、そのカイン・ザ・クライス、カイン・キリストはですね、はっきり言えば人間ごときをですねモデルにして、まあ、彫刻したり、絵を描いたりはしないということです。神が、まあ、彫刻したり、絵を描いたりする、その相手はですね、つまり神自身であるということになるわけです。そそれは遥かに人間のの高いねその 地位、立場、権威ににいいいる神にしてみればば当然のこととでではないかか思います。分かりけばですりね、どうして神が人間ごときに頭を下げて、ですね、つまり人間ごときをモデルにして彫刻したり絵画を描いたりするかという視点で考えられたらいかがでしょうか。じゃあ、ダビデは誰かということになりますけれども、一応、ミケランジロがですね、まあ、ダビデ王の左の方から説明しますけれども、ダビデか 像というのは、です位、ねまあ、一をミケランジェロが彫刻したことになっていますけれども、このダビデ像なるものは、ですね、ミケランジェロが彫刻した彫刻の中でも最大級の彫刻ということになるわけです。まあ、それだけ重要な彫刻ということになるわけですけれども、それゆえに、ですね、重要であればあるほど、ですね、ダビデ王という人間をですね、モデルにしてまあ彫刻したものではないということをまず私は考えました。といいますか、まあ、ダビデ王は人間です。まあ陶石 道具を持っていていですねその陶磁器、まあ、陶透析具です,ですね巨人を倒したということで、まあ、ユダヤの王になるわけですけどもね、ね元は人間です。はいでそのどうしてそのダビデ王がですね、まあ、そつまり全身であるかというと、ですねまあ、一つの順番に話しておきたいと思いますけども、神には全身と邪神がいるということです。まあ、下にそれを簡単に説明しましたけれども、全身はロードアイオンです。はい、つまりですね、えー 主なる永遠の神とということになります一方、写真はですね、ロード・マーズ、なわち、モナ・リザということになるわけです。順に外堀を埋めておきたいと思います。下を見ていただきたいんですけども、ロード・アイオン、シュナル・永遠の神。この文字を並び替えてできた名前が、レオナルド、レオナルド・ダ・ヴィンチのレオナルドとなります。それに対比してですね、 火星の神、ロードアイオン、まあ、火星の神、マースアイオン、つまり火星の永遠の神の名前を並び替えてできたのがモナ・リザということになります。つまり、レオナルドはロード・アイオンのアナグラム、モナ・リザはです、ね、火星の神のアナグラムということになります。そして、モナ・リザはネ、ね、ルカルということになります。 モナリザの絵の背景にはですね、上からサソリ、ヘビ、犬が描かれています。つまり3点、ネルガルの3点ペットということなんですよね。なおかつ、ネルガルはですね、火星の神としてメソポタミアでは位置づけられていました。さらに言えば、ですね、モナリザの絵の背景にはですね、51という数字が隠し込まれていました。51はです、ね、ユダヤのゲマトレで解読すると、 火星となります。こうしてモナリザーはですね、火星、火星、火星とつながっていくわけで、さらにモナリザーの絵の背景にはですね、火星のパノラマ風景が描かれていました。かって水がある日頃の火星の風景ということになります。上下反転ししててですね、そしてその 風景をですね拡大するとかつて水がありしく降る火星の風景となると同時にですねその姉妹作と言われているヤング・モナリザの絵の背景にはですね火星のパノラマ風景が描かれさなおかつ火星に入える樹木が表現されていましたそれを今日のつまり2022年3年度ですね2月12日の動画の方で説明しましたつまりモナリザというのはですねネルガルを表現しているネルガルというのはエンディルの まあ息,息子ってこといこになるわけですね、はい、エンリルの息子がネルガルです、すそのまた娘が一応そのように位置づけられているわけですけども、イナンナということになります。イナンナ・マリアということになるわけですね。そういう位置立場にいるのがネルガルであり、そしてそれをです、ね、表現したのがモナリザの絵ということになります。でここで,です、ね、アイオンという字、まあ、スペリングね混同、まあ、なさると困りますので、アイオン、すなわち永遠の神。 のスペリングですけどもレオナルの方は LAEON ですね、それからモネザの方は AION です。アイオン、イオンはですね2種類の、まあ、スペリングがありますから注意してください。決して都合よく合わせているというわけではありません。で問題は左の ダビデ王ということになるわけですけれども、まあ、一般にはですねこれはダビデ王というふうに判断されています。まあ、今ちょうど出てきていますけれども、最初に結論を言っておけば、ですねこのダビデ王は、ですねいわゆる人間ダビデを彫刻したものではなくて、ですね時の永遠の時の神、アイオンを表現したものだということです。まあ、左のような、まあ、絵がです、ね、モザイクが残っています。ポーズも同じです。そして顔が、ですねつまりダビンチの顔と一致しているということで、すね雰囲気が似ているところです。まあ、大変若いダビデ王 ですね、ダ・ヴィンチの年老いてからの顔ですから、まあ、比較するのは難しいんですけども、パッと見て、ですねそして印象を頭の中で考える、その印象を皆さんあの、思い浮かべてみてください。同じ人物であるということとは分かりますという話、あちこちされましたけども、要するに左が前進。 なちカイン・ザ・クライスト。その、えー、ダヴィンチの肖像画というのはですね、えー、カインの顔に顔顔にですひ、ね、げをつけて、年をといたと,とった顔にして、ひげもじゃもじゃしたのが私たちがよく知っている、まあそのダヴィンチの顔ということになるわけですけども、まあそのいわゆるダヴィンチのあの像で表現されている神はですね、カイン・ザ・クライストということになるわけです。まあその理由の一つがですね、そのダヴィンチの年老いてからの顔とですね、いわゆるダヴィンチが描いたと言われているセント・ジョロームの あの老人顔の顔とは一致します。同じです。 そして、そのセント・ジュロームの背景にはですね、61、すなわちユダのゲマトリアでは、神という文言が書かれる数字が書かれています。そして、足を見ていただきたんですけども、72と書いてあります。72を逆に読むと、27、すなわち、ンを意味する、ゲマトリアで解読すると、ンを意味する,味することになります。つまり、セント・ジュローム、ダビンチ作の方ですよ、のあの絵はですね、 神カインキリストを表現したものだとということですそして、もう一度フィードバックするとですね、そこに描かれている神の顔とですね、いわゆる私たちがよく知っているダヴィンチのあのヒゲモジャポジョの顔と一致するということです。すなあち、ダヴィンチはですね、カインキリストであるということになるわけです。そのカインキリストですね、キリストと、しかダビデ王の顔が、まあ、 似ているこれ、顔というのは違いがないという点で同じと判断するわけです,ですけども、あまりにも年が離れているためにですね比較しにくいところがありますけども、同じだということですね。では、このダビデ王は何を誰をモデルにしたかというと、私は永遠の時の神、十二球図、第一神のアイオンならち、時の神を表現したものだと考えています。最も重要な神ということになるわけですよね、まあ、時の神ですよね。 ま繰り返しになりますけれども、十二球の第一神アイオンを表現したものだということになる。それ,なてそれであるならばです、ね、まあ、ミケランジェロなる芸術家を通して、ですね、えー、彫刻家を通して、ですね、まあ、神がですね表現したとしてもおかしくないわけです。しかも最大級のまあ彫刻として表現したとしてもおかしくないわけです。まあ、これに対して、ですねなぜこれがダビデオという風になっているかというと、ですね、まあ、ちょうどね右手で透析具を持っていましてね、ねそれを肩にかけている。いわゆる透析具。 投石具ということでダビデ王に結びつけてミケランジェロそのように発表したのだと思います。つまり投石まあのその投石具を使ってですね石を投げて巨人を倒したというまあ、英雄執著されていたユダヤのまあ 王ですよねに、まあ、ということで、ダビデオにしたというふうに考えられますけれども、まあ、そこで待っていただきたいのは2つの理由ですね。1つは、そういう見せかけ的なあ彫刻絵というのは、ダヴィンチ、あるいはミケランジョの彫刻の絵海外にもよく見られます。例えば、あよく、まあ、か私がです、ね、指摘して、まあ、よく私が取り上げているのはです、ね、あの、モーゼ像ということになります。 モーゼ像はですね、モーゼの像ではありません。あるいはですね、モーゼに石板を渡している神の像であるということです。まあ、ミケランジは何も知らないままですね、そうした作品が与えられて、まあそのように発表したということになるわけです。一方、ダヴィンチはダヴィンチでですね、先ほど言いました、セントジュロームの絵にしてもですね、下に白抜きのライオンが描かれている理由だけでですね、セントジュロームだ、セントジュロームだというふうにして、まあその、 発表して、まあ、それは発表者じゃなくて、後の美術評論家たちが勝手にそのよう,うに決めつけたわけですけれどもね、どこにもセント・ジェロームなんて書いてないんですけどもね、白抜きのライオンがあるライオンイコールセント・ジェロームだという形で、セント・ジェロームに結びつけてしまったということです。まあ、最近ではですね、最近と言いますか、このところ数日のうちに発表した動画の中ではですね、例えば最後の晩餐にしてもですね、ダビィチの書いては最後の晩餐にしてもですね、あるいは最後のダビィチが書いて、まあ、最後の晩餐の絵ではなくてですね、シャマーシエスとベタナノマラの婚礼を表したものであって、 とうこととにを発表しましまたつまり、ですね題名と絵の内容がもうみんなちぐはぐ、めちゃくちゃだということです。なぜならば、そうした作品というのはですね神が人間,人間に渡すときにです、ね、いちいち説明しないで渡していたということなんですね。ですから、それを受け取った、まあ、ミケランジェロにしろダヴィンチにしろ、ですね自分の知識と教養とですねその判断によって、まあ、それらがですねそういう作品であるという名前をつけて発表したわけです。まあ、最最ももミケランジののの作品の中で最も誤解されているのがやっぱり 最後の審判でしょうね。あの最後の審判の中央に書かれているのは救世主カイ員です。その救世主カイ員がですね、その証拠にあの最後の審判の下のところには77と書いてあるわけです。救世主カイ員がですね、最後の審判などするはずがないわけです。つまり人間を滅ぼすか滅ぼさないかという一回国旗の全自由に対する審判などするはずがないわけです。つまりあの絵はですね、つまり神と。 カインキリストの間になされた、つまりは契約のまあ、いわゆるまあ、担保ってことになるわけです。つまり人間救済のためにね立ち上がった会員に対してですね、神あの王ですよね、その上の上位の神のあの王がですね、まあいわゆるカいわゆる神とカインキリストの間になした契約書ですねを担保を表したものだということで、それについても別のところで証明しましたけれども、要するに私がここで言いたいことはですね、そうした作品名と名前ですねあるいはリックまあ 何々の絵であるというふうに理解されているその内容とですね、いわゆるトランスレーションとですね、つまりその絵そのものに隠されたメッセージが中ハングであるということですね。なぜ中和繁かということになりますとね、繰り返しになりますけれども、要するにそういう彫刻絵を渡されたミケランジョル・ダ・ヴィンチにしてもですね、それが何の絵であるか彫刻であるか知らないまま発表して自分なりの解釈をつけて発表したということになるわけです。 ですから、ミケランジョロの作品というの題名と作品はです、ね、ある程度に、まあまあ、共通していってますかそれほど無理がないところで理解されていますけれども、ダヴィンチに至ってはもうめちゃくちゃですね、つまりダヴィンチなる人,人間はです、ね、存在すらしていなかった、ただ単なる受け渡し人、あるいは代理人、あるいは単なるすり人形であったという説へとつながっていきます、まあ。それは今日のここの動画の目的ではありません。つまり、ですね全身と邪神、で、少し話を戻しますとね、透析語を持っているから、あいはダヴィン なすあれがどうして透析具になるのかということなんですけども、まあ、あのアイオン、イオン、時の神の、ね、モザイクが残ってますけどもね、ギリシャに、そ,のあそれを見るとですね帯になっているんですよ、また円形になってますけどもね。 ですから、まあその帯、帯は帯なんですけども、十二球図を表現した帯ではないかと私は判断しています。しかしですね、あの投のまあダビデ王の投石群の、まあ、彫刻を見ると、ですねあの表面がザラザラですね、何かしらこう荒らして潰してある感じがい、まあ、しますけれども、まあ、そんなところからですね、もともとはあそこにはですね十二球図の絵が書いてあったんじゃないかと私は判断しています。いわゆるまあ破壊した跡があるということですね。皆さん自身の目で確かめてください。つまり、そこにね、十二球図が描いてあ 書いてあるということになりますとまずいですからね。まあ、つまりミケランジェロは誰がまあ、破壊したか知れませんけれども、ミケランジェロにとってもまずかったんじゃないかと思います。まあ、それは私の推察です。じゃあ推かもしれません。ともかくもですね、ダビデ王で表現されているあの人物は、まあ、ダビという人間の王ではなくてですね、十二級士のいわゆる第一神エイモンアイオンであるということです。 イオンアイオン発音が二つあります。日本でもね、最大ショッピングセンターの、えー、イオンというのはそこから来ているわけですけどもね、まあ、いわゆる時の永遠の神、イオンということになるわけです。その、そういう神であればですね、神がですね、自らを彫刻するにふさわしい、まあ、い,いわゆる神だっ,と神だったということになるわけです。なおかつそこに表現されている神の顔はですね、つまり神自身の自画像、自画彫刻像ということになると、またテストのように判断しています。 まあ、そういうことでですね、そこで全身、邪真に戻りますけれども、レオナルドは全身、そして、まあ、モナ・リザは邪真だということですね。モナ・リザが邪真であるということは、ちょうど画面に出てき,てきますけれども、 まあ、その右の方ですね。は、その、モナリザの絵の背景にはですね、サソリ、ヘビ、犬が表現されています。そしてその犬はですね、人間の子供の骸骨を口にしています。ということはですね、あのモナリザはですね、人間の子供を食べていたということになるわけです。その人間の子供を食べた食べかすですよね。その頭骸骨をさらにその、いわゆるネルガルの犬がですね、口に加えて食べようとしているところなんですね。で、そこに表現されている子供の頭骸骨とですね、セントジュロームの絵の中にはですね、 あの戦闘場部の腹にちょうど腹の部分にはですねあ、悲しみと苦しみと痛み、怒りに満ちた子供の顔が表現されています。そしてその下にはですね、あ隠し醒魂の方で 2, つ2人分の頭蓋骨が描かれています。そういう形でモナリザの絵とですね、いわゆる残酷な、いわゆる カニバルスとい、まあ、いますか、いわゆる神々君の方ですよね、の絵が,表あがその中に表現されているということです。まあ、ちょうどネルガルの、ねえー、3点ペットを皆さんに紹介していますけれども、上から犬、えー、蛇、サソリですね。この3点ペットがです、ね、モナイザーの絵の中にも書いてあるということです。右上にサソリ、左下に蛇、そして、えー、右下にです、ね、犬が描かれています。鼻の長い犬です。 そしてその鼻の長い犬はですね、ミトラ像に表現されている犬と一致していくわけです。まあ、こうして、いわる時空を超えて作品がつながっていくということになります。そしてそのネルガルはですね、人間の子供を食べていたということになります。それを表現したのがですね、まあ、ミケラン,ジュロンが 書いたと言われる聖家族ということになります。あの聖家族の絵はですね、一般にはマリアにね、子供を渡、子供から取り上げると必要いる、いわゆるバプティストのヨハネというふうに理解されてますけども、とんでもない誤解だと思います。聖家族の中に表現されている中央に書かれている人物はですね、ネルガルです。なあち、ミケランジェロが書いたモナリザということになります。そして子供を、こう、 取り上げているのではなくて、それは手を見ればわかりますね。取り上げたときにはですね、簡単に母親っていうのは手を、子供から手を離しませんから、逆です、えー。裏切り者のユダからですね、食用の子供を渡されているネルガルということになります。それが生家族ということになるわけです。その証拠にですね、今度はシミュレッキーティングがですね、人間の子供を食べているネルガルを 2枚書いてますねそのネルガンのの下にはですすねゴゴロゴロしていますその動画もですね、えー、今日皆さんにお届けしましたので、今日の動画を見ていただければ分かりますけれども、要するに、いわゆる一般に言われている常識的な解釈とはですね、私の解釈は全く違っているということです。どちらに軍配が上がるかと言いますと、今のところ私の方がはるかに劣勢ですね。まあ、無視され、えー、霊視され、冷淡、まあ、されてますよね。はい、まあ、それは仕方ないと思います。 まあ、力不足で申し訳ありません、まあ。ともかくもですね、皆さん自身の目で判断していただきたいんですけども、要するに全身がいわゆる、まあ、ロードアイオン、すなわちレオナルド、そしてマーズアイオン、すなわちモナイザーということになります。で、今ね、老若の顔を皆さんに比較していただいてますけれども、まあ、あまり老若、老若,老若,若い、若い年を取っているのがです、ね、激しいとですね、比較して まあ、同じ人物かどうかということは判断するのは難しいわけですけども、人間の顔というのはですね、まあ、基本的に変わる部分と変わらない部分とあるわけですけども、例えば、ダビデオと、それからダビンチの肖像画を並べて見てますけれどもね、まあ、雰囲気で、あるいは皆さんの印象として考えていただきたいと思います。つまり、これらの作品を残した2人、あ神はですね、一人の同一芸術家であったという説へとつながっています。この同一芸,芸術家であったという証拠は、もうあちこちに残ってますからね、それについては、またダビのところで、え、ー 称号しますけどもね。一応違った人物に書いてますけどもしかしまあ、違ったということはですねダビンチはダビンチのタッチでミケランジェロミケランジェロのタッチで書いてますけどもよくよく見ると全く同じということがあるわけですその一例がですねイエスの洗礼の中に書かれているあのまあ、中央に立っているまあ一応 イエスシャマーシュイエスの顔とですね、それから埋葬、ミケランジェロの書いた埋葬の中央に書かれている、まあ、イエスですね、シャマーシュイエスの顔は、タッチこそ違いますけれども、いわゆるまあ、ダヴィンチはダヴィンチ風に、ミケランジェロ、ミケランジェロ風に書いてありますけれども、皆さん自身の目で比較してみてください。全く同じです。全く同じです。もう一回繰り返します。全く同じです。というようにですね、まあ、ダヴィンチの作品も、ミケランジェロの作品もですね、全く同じだということです。 中身はね。しかし、そのな、なぜならば、その上の神がですね、そうした作品を書いたり彫刻したりして、人間に渡していたからということになります。つまり、今ちょうど左で判断していただきたいんですけども、ダビデ王というのはですね、つまりは、カイン・キリストの、カイン・キリスト自身の自画像で、自画像、自画彫刻で、自画彫刻像であったということになるわけですね。正確に言えばね。まあそういうことです。 では、その簡易キリストと誰かとなりますと、それを表現したのがウィトル・ウィウスの男ということになります。今日紹介できませんでしたけれども、あのウィトル・ウィウスの男の角、まあ、に書かれている顔はですね、鼻を長くして、まあ、太くしたのが、私たちがよく知っているレオナド・ダ・ヴィンチの顔になるということです。繰り返しになります,なります,いますね。ウィトル・ウィウスの中央に書かれているあの人物の顔で,ですね、鼻を長くして太くしたのがですね、つまり私たちがよく知っているあのヒゲもじゃもじゃのダ・ヴィンチの顔だということです。ウウィトル・ウィースの 男で表現されている人物はですね、まあ、理想的な人間像を描いたものではなくて、ですねそもそもその図に基づいて人間が創造された、なわち人間の創造時に使われた設計図ということにな,るなります。というのは、ですねあのウィトルウィスのところに表現されている人体図というのは、ですね現在の私たち、特にアジア人の体系と全く変わらないからです。つまり あの図はですね、理想的な、いわゆる人間の未来像を描いたものではなくて、そもそもそうではなくて、あの図に基づいて人間が作られた、すなわち人間の設計図だということです。そこに表現されている人物が、カイン・キリストということになるわけですよね。つまり、旧約聖書、創世紀第一章に出てくるマンというのは、その男ということになります。というのは、その設計図に基づいて作られたのは、カインということになるわけです。その証拠が、ずっとも先ほど言いましたようにですね、えつまりは、 ダヴィンチの書いたと言われているセントジェロームの絵ということになります。繰り返しますけれども、あの絵の背景、うん、左上にはですね、61という数字が隠し込まれていました。61はですね、ユダヤのゲマトリアで神を意味します。そしてその足を見てください。72と書いてあります。72、逆に読んで27は、カインの、27を。 解読すると簡易となります。こんなこと言うとですね、林博氏は74を適当に27と読んでるじゃないかというふうに判断されるかもしれませんけれども、古代ヘブライン語ですね、左右自由に読み書きできるようになっていました。そのもう一つ同じような例がですね、アムルシのベネジアーに書いたあの9の絵ですけれども、あそこにはですね、1502と書いてあります。1502です。まあ デニチアのね、まあ、紹介したんですけどもね、あの、ちょっと今日は先行きますね。1 5 2と書いてますけども、1520と読みます。1520と読みます。で、15はイナナマリアの神聖数、20はシャマーシュの神聖数ということになります。そしてそ同じ人物をですね、今度はミケラニズロのがカシ詞の戦いの絵の中に、全く同じポーズ同じ人物を書いています。で、それがイナナマリアであり、右下にあ花冠を被っているのがシャマーシュイエスということになります。花冠を被っているところからですね、カシの戦い ですよ。にかところからそれがその群像の中の長ということになります。そうしてまあマリアイナンナマリアとつまり。 その、シャマーシーが下がっていくんですけども、私が言いたいことはですね、例2を20と読む、そしてシャマーシーと判断するという考え方とですね、72を27と読んで、つまりカインと判断する、まあ、考え方と同じだということです。決して私はですね、まあ、その自分の都合の良い,いようにですね、例2を20と読んだり、72を27と読んでいるわけじゃないということです。そしてそのカインは誰かというキ、キリストは誰かというとですね、カインも同じことですけども、その証拠が、カシの戦いの絵の中に書いてある、 えー、775027という数字へと繋がっていきます。775027をですね、ユダヤのゲマトリア、シンプルゲマトリアで解読するとですね、キリストは聖書というところの会員となるわけです。繰り返します。キリストは聖書というところの会員となります。こうして会員、会員、会員が出てくるわけです。つまり会員こそがですね、人間史の最高心、すなわち人間史の先祖の先祖、そのまたは大先祖の先祖ということになるわけです。その先祖を頂点にして人間が まあその広く広がってきて、まあ、一時は、ね、人間も滅ぼ,され滅ぼされるような時期に来たわけですけれども、そのかろうじて、そういうハルマゲドンから逃れてですね。 まあ、いわゆる人間の、まあ、私たちの先祖になっていたということになります。つまり、会員こそがですね、人間の最高の原因、いわゆる最高心であるということになります。じゃあ、アダムとイヴァってことになりますけども、アダムとイヴァは横に置いていきましょうということになります。会員です。そして、妻のアワンということになります。それを表現したのが、ニコールプス・ニコールプサンジュね、ヘッペルナント・コルモンドですね。あの、エアファンのローリカかられる会員ンという、あの、絵ということになります。それについては、また別のところで、僕どうかご覧になってください。 そういうふうにして話がつながっていくということになります。今ちょうど左の方ではですね、モーゼイコール、いわゆるエルシャダイだということを表現します。つまり私たちによく知っているあのモーゼ像はですね、モーゼではないということです。モーゼ、バ、ま、間、あ、を持っていることからですね、まあ、ミケランジェロはモーゼ像だという短絡的に判断したんでしょうね。しかし、それはミケランジェロの早とちりです。あれは モーゼ像ではありません。あの雑まあちょうど左に出てますけど、モーゼ像ではありません。これは、モーゼに石板を渡そうとしている神だということ。その証拠にですね、それから200年,200年後ですね、スメルナというところですね、トルコのゼウス像が見つかります。手にサンダーボルトを持っているから、ゼウス像です。その顔と、ミケランジャロが彫刻したゼウス像の顔と一致します。なおかつですね、そのモーゼ像には角があります。人,人間モーゼにはですね、半信半信だったかもしれません。デミゴートだったかもしれませんけども、頭に角がありますね。その顔と 右見てください。室礼拝堂のですね、アダムの想像の中に書かれている紙の顔とパーフェクトに一致してます。パーフェクトに一致します。繰り返します。パーフェクトに一致します。自分で絵を描きながら、ミクランジョル何,何の絵を描いていたか、あるいはどんな彫刻をしていたか全く知らなかったという、これは物の,の証拠になるんですよ、皆さん。 いいですかミクランジュロはこれはモーゼル像だと言った。これは失勢なり、あいぞうのね、頭の創造だと言った。しかし、その二人はドイツ人物だということなんです。つまり、ミクランジュロはですね、左の像が何であるかもしれないまま、モーゼル像だと言って発表した。と同時に右,右のです、ねいわゆる アダムの想像の絵の中に描いた神がですね、誰々かも知らないように描いた。なあち、ミクランジョは何も知らなかった。ただの操り人形だったという証拠になるんですよ。いいですかただ単に同じように似てるじゃないかという話とは違うんですよ。もう一度比べてみてください。左がモーゼ像だと言われているモーゼ像です。そして右がですね、アダムの想像の中に描かれている神です。同じ顔です。鼻、髪、髪の毛、髭、全部比べてみてください。全く同じ。ということは、左はモーゼ像じゃないんです。これは。これはモーゼに石版を出している、いわゆる神の自身の姿であるということでそんなことも知らないでモゼは これは、モーゼルと、ミケランジョはですね、モーゼルだとして発表したわけです。つまり、ミケランジョは何も知らなかったら、ただの操り人形だったということになるんでしょう。そして、同じ顔をね、描きながら、もういわゆれた、もしミケランジェロがこうした像を描いたり、彫刻してって言った人ならば、気がつかないはずはないでしょう。そして、頭の中にどういうわけだか、耳まで同じに描いてあります。これ、位置がずれてますから、耳だとは言えませんけども、まあ、こんなところにもですね、隠し彫刻がなされているということになります。まあ、神一流のですね、ユーマと捉えてもいいわけですね、ユーマのセンスが。 こんなところに現れていると私は考えていますともかくも全く同じ耳がですね、モーセスの中にも書かれているということですつまり メケランジョナただの操り人形だった証拠がここにもあるわけです。左はモーゼス右はエルシャダイ。いわゆるアダム、アダムじゃないんですけどもね。アダムに命を吹き込もうとしている、まあ、神ということになりますけど、そうではなくて、それはシャマシュ、イエスあ、ごめんなさい。カイン・キリストですね。それからカミンがですね、まあ、たもとを分かるとしている、まあ、決別しようとする様子を表したものである。その証拠はですね、先ほど言いました。えー、まあ、シ然ライハイドの今度は壁画のですね、あの、最後の審判と題された絵とつながっていきます。 それについてはまた別のところで説明しましたから、まあ,あまりね、話がごちゃごちゃしますと、皆さん理解できないと思いますから、話をはしおりますけど、そういうことなんですよね。とももかくもこうしてでですすねね、うん、あの年代にです、ね、神が 現れてですねそして、もう、ミケランジョルあるいはですね、ダビンチという、あるいはもう他にもシノレディもラファエルもそうですし、その後のレン,ンブラントもそうですね、まあそうした画家たちを使ってですね、つまり神はですね、まあ、新しいメッセージをですね、人間に残したということです。簡単に言いますけど、77502778キリストは聖書状と、Cuz、の関与というあの文言はですね、神が人間に与えた、神自身が書いた神のメ,メッセージ、すなわち神自身が人間に教えた神の定義ということになりますから、人間がね、ああ 論じたり進学者はいろいろな論じてますけれども、その定義をくりひっくり返すことは誰にも何人でもできないということです。つまりそこを原点として、定義として、私たは神の世界を考えていければならないということですね。そして、まあ こうして皆さんにご覧いただいてますように、全身と前進が出てきたということです。まあ、ちょっと左のね、そのいわゆる左の方ですね、その下に、えー、左の、またその左の下ですけども、頭の剥げた男を今表現しています。これはですね、そのとこの,の左はですね、頭の剥げた男はですね、これはあのいわゆる 埋葬の絵の中に描かれている男ですけれども、この男はですね、裏切り者ユーザーということを証明しているところです。まあ、裏切り者ユダの証明、大変難しかったですね、まあ。難しかったということは、極めて長い動画になりました。はい、あずっと並べば4、5時間になるんですけれども、ねまあ、あちこち短縮,短縮,短縮,短縮したりして、皆さんにご覧いただけるようになっています。 そして右の方がですね、まあ、いわゆるマーズ・アイオン、なおちモナリザということになるわけですけども、そのモナリザはネルガルだったということで、その娘がイナンナ・マリアということになるわけです。で、今、中央でね、これ今あのこで、右の方で何を説明しているかというと、ですね、この絵はですね、ホログラムを表現したものだと私は判断しています。まあ、白抜きで書かれているところにね、まあ、そうなってますか。 ところからですね未完の、未完成の対策ということで、ですね、未完成と言われていますけれども、これは未完成ではないわけですね。ホログラム、その証拠にです、ね、後ろに書かれているのがね、チルコ・マッシモですね、ローマの競技場ですね。その競技場が廃墟になっていますね。もし これがですね、といわゆる、まあイナナ、イナナマリア、いわゆる聖母マリアが書いたものであるとするならばですね、嘘の背景に廃墟となったシルコマッシオンのですね、様子が書かれているはずはないんです。つまりですね、えー、ローマ時代は、まあね、イエスさんが生まれた時はですね、えー、紀元後00ゼロゼロ年ですからですね、その時にもうでにローマが廃墟になっていたということはあり得ない。すなわち、廃墟が書いてあるということはですね、この廃墟となったそのシルコマッシオンを背景にしてですね、まあ、神がですね、いわゆるホログラム も見せているってことになるホログラム説バ倍林色してということになります。とこういう形で、全身と邪真がいるということをです、ね、今日、皆さんにお見せといいますか、動画の中でまあ一言、ね、説明したくて、皆さんにこのような動画を見ていただきます見ていただきましたということになります。まあ、要するにダ、ダヴィンチなる画家は存在していなかった。そのダヴィンチは誰かというと、つまりはただの受け渡し人、あるいは代理人ですよね。まあ、神からそうした作品を受け取って、 まあ、ダヴィンチの名前で発表していたということになるわけです。ミケランジョロはですね、神は直接ミケランジョロに作品、彫刻を渡してですね、それをミケランジョロは自分の作品として渡していたということですね。ですから、あの、サン・ペイトロ・のペーター像なんかはですね、当初、あの、帯のところに、まあ、何も、あの、あの像はですね、ミラノのセムシ男が作ったという、まあ、噂が立つんですね。それに怒ったミケランジョロがですね、夜中の間に教会へ忍び込んで、あの、帯のところにですね、ミケランジョロ・ブラノティという名前を、名を彫るわけですね。で それを恥じてて,、まあ、恥じてても、それを恥じますよ、もともと自分が作っ,て作ったんでもない作品にですね自分の名前を入れるということは、ですね、まあ、ことにもって恥ずべき行為なんですよね、それを恥じて、ミケランジョルはです、ね、それ以外以後です、ね、神からいろんな彫刻、作品を受け取っているわけですけれども、自分の目を一切書かなかったというのは、そういう理由によるものだと思います。お、まあ、そらくそのあたりでね、ねミケランジョル自身の葛藤があったものと思われます。という話にもつながっていきます。 つまり、こうしてですね、全身と写真というテーマで考えましたけども、もう一度今度上を見てくださいね。全身、good God。 ロード・アイオン。その名前を並べ替えてできた名前が、レオナルドとなるわけです。ついでながら、レオナルド・ダヴィンチの名前をですね、アンドレア・テル・ベロッキョの名前をバラバラにして並べ直した名前が、レオナルド・ダヴィンチになります。なぜレオナルド・ダヴィンチの名前自身が、自体がですね、架空の名前だということです。そして、レオナルド・ダヴィンチはですね、という人物がね、ある時死んだことにしようということでですね、67歳の5月、えー えっと、何日経ったかなえ、7日、2日ですかに亡くなったことをして、な、なったのはですね、ミケランジュの中に書いた775027からですね、適当に数字を抜いてですね、まあ、自分の死亡日にしたということですね。まあ、そういうところからもですね、つまりはレオナルド・ダ・ヴィンチというのは存在しなかったという設定と繋がっていく。なおかつですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像というのは4枚。私が調べたところ5枚ありますけどもね、一応4枚ありますけども、全部顔が違います。特に若い時のね、あの、レオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、肖像画はですね、 リリの顔にひげをつけて長い大きな花をつけたのがルカシノリリの顔です。全く同一人物だということです。あいわゆるまあ多少ね7歳の年年齢差がありますから、あダンあいわゆるあルカシノリ,リの方が7歳年上でしたから、目尻のしわ、あるいはまぶた、わーまぶたのたるみなどがやや,ややバリエーションを変えてありますけれども、ルカシノリ,リの自、ね、画像にいわゆるその 太い、大きな髭とね、髭をごちゃごちゃつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダヴィンチの若い時の肖像画ということになります。つまりそ、その一枚見てもですね、レオナルド・ダヴィンチの人間は存在しなかったということになるわけです。 そして、そのレオナルドというのは、レオナルドは誰かと言いますと、カイン・キリストということで、先ほど言いましたように、その証拠がですね、ウィトルブースの男ということになります。で、右が邪神です。まさに邪神ですね。このモナリザというのは大変な悪党ですね。つまり、人間の子供を捕まえてきてですね、まあ、あれは、その手先になったのが、 ふらぎのを言うということになるわけですけれども、人間の子ともを食べていたということになります。そしてその食べからそうです、ね、そのモラヤザの犬がです、ね、食べてますね、いわゆるネルガルの犬が食べているところをです、ね、あのモラヤザの絵の中に表現してあります。まあ、それを、そうした今、今の、今一まあ、皆さんに説明した事実はです、ね、すべて私、林先生が2012年以後に発表、あ関係し、まあ、動画として発表してきたものです。 そんな視点から、ですね、もう一度皆さんね、人間してものを見直してみて,て,てはいかがでうかということをこのビデオ代理の最後の提案として皆さんに話したいと思います。つまりでですすね、ね、神自身がです、ね えー、この今から500年前、たったの500年で前にこの地球にやって、まあ、この地球に住んでいらっしゃるわけですけどもね、ね地球からその神の世界からです、ね、人間世界に降りてです、ね、つまり私たち人間に重要なメッセージを残したということになります。まあ まあ私たち人間にも、なって言いますかね、怪が遠くなるほどとでもないほど怪が遠くなるほどね、遠大なその計画を持って、ですね、まあ、今は無理だろうけども、やがて人間が気がつく時が来るだろう、その期間をですね、まあ、500年という設定をつけたのかもしれませんよね、それは分かりません、私と,私とてそういう気持ちになるときありますからね、まあ、こうした動画を作って発表しても、ですね、まあ、10年、20年は誰にもまあ認められないだろう、理解されないだろうと思って出す動画もありますよね。しかしかかせいぜいぜ10年か20年年 今から500年前のです、ね、カインキリストはです、ね、500年先、いつかは人間もです、ねまあ、そのこういう事実に気が付く時が来るだろうということで500年先を見込みながらです、ね、そして私たちにこうしたメッセージを残したということになります。その第一の第証拠が冒頭で言いましたいわゆる まあ、モナリザーの絵の背景に描かれている火星の風景であり、火星の樹木であるということになります。もうこれはですね、あとは皆さんの判断に任せるしかありませんけれども、もし皆さんの中にですね、なるほどそうだったと、あの、モナリザーの絵の背景には、モナリザーの絵の背景にはですね、火星の風景が描かれ、そして、まあ、その火星の樹木が描かれているんだというふうにね、納得していただいた方はですね、それを、そこを原点にしてですね、私の動画をですね、まあ、もう一度みんな見ていただいてですね、まあ、私が今皆さんに話しているようなことをですね、皆さんの まあ、中で,です、ね、論理として積み重ねていただければ嬉しいです、それは何を目的とするかというとです、ねまあ人間を、人間の救済側に立ったです、ね、会員キリストがです、ね、もう何としても人間を救済しなければならないという切迫詰まった、いわゆる追い詰められた気持ちの中で、ね、真剣,真剣に真剣に真剣に人間に接して 人間の指導に当たってきたという、その真剣さの向こうにですね、つまり人間をですね、とにかくなんとかしなくちゃいけないという神の深い、救世主、メシアの深い思いがそこにあるということです。私がです、ね、神だ神だというとですね、まあ、すむ宗教だったなんとか言って、まあ、いろんなこと言ってる人いますけれども、私は宗教を言ってるわけじゃありませんよ、絶対的な神前美というものが、いわゆる私たちの頂点、いわゆるそのこれから人間が進むべき道の先にあるという意味で神と言ってるわけですけれどもね、それを目指して人間をですね、 このあたりで本当に今ね私たち人間が自らを見直し、そしてま人間がどうあるべきかということを考えるべきまさに選択の時に来ているというような私は考えています。まあねそういう流れの中にありますから、まあそういう流れでもそれを皆さんにもね理解していただいてですね、私たち人間を見直す一つの基盤基礎としてですね私の話を聞いて。 まあね、納得していただければですね、まあ、その原点になるのが、やはり火星の火星、火星の風景が描かれているモネザーということになりますけどもね、そのあたりからですね、まあ、そうだというふうに思ってくださる方がいらっしゃったらで,ですね、次にモネザーネの背景には、ですひさすりヘビが描かれている、それがネルガンである、火星の神である、写真であるというところまでですね理解していただいて、その一方でですね、ダビデオはですね、つまりはあ大大天空の大、いわゆる星座のですね第二球図の第一神のイオンであることを納得していただいてですね、そのあたりから 写真を,を考えてです、ね、決して邪心がです、ね、今にすぐに人間を絶命させようということを考えているわけじゃないんですけれども、ね、まあ、人間は絶命するか、致命するか、まあ、その生徒際に来ているんじゃないかと思いますからね、それに対して全身である会、ね、員、カインキリストが全力をく出してです、ね、尽くしてです、ね、私は人間の指導に当たっているということです。その流れにあるのが、要するにあのルネサンスの時代に現れた会員ということになるわけですね。そそしてののがメッセージを人間に 残しているわけですそのメッセージということは、いわゆる時空を超えた言語ですよね。海外というのはまさに時空を超えた言語ということになるわけですけども、その時空を超えた言語を通してです、ね、現に極東アジアの,、ね、この小さな島国の私、林博が、ね、そうした文言をです、ね、その海外の向こうに、まあ、そのいわゆる、まあ、メッセージを読み取ったということはです、ね、まさに時空を超えた言語で、まあ、彫刻や絵画を通して、私たち人間に教えたということになります。それを今、解読してです、ね、私たち、神、まあまあの、 存在というものをです、ね、知ってです、ね、そして私たちが、今の私たち人間が、ね、今のままでいいのかということを研究、ね、に反省してです、ね、つまり私たちがこれから先、人間がどうあるべきかということをです、ね、私たちの判断基準の、いわゆる方向性を定める判断基準の一つとして、一つとしてですね、今、私たちは今、改めて自分自身、人間自身をです、ね、考え直すべき時に来ているんじゃないかと私は考えています。 新約束聖書の時代に入ってですね、会員はですね、まさに人間死闘に尽くしてきたわけです。それは様々な形で、まあその証拠がもうあちこちに残ってますからね、そのあちこちに残っている証拠をですね、まあ私は皆さんにこうしてお見せしているということになります。 まあ以上がですね、まあ、これから先はですね、昨日、おととい話した話とまあ同じになりますから、今日はここではまあ終わりますけれども、要するに私たち人間はです、ね、まあ、つまりは猿ヶ島の猿であってはいけないということです。不完全で、未熟で、ボロボロで、どうしもない現在のね、現在的なね、つまりま、その血管だらけの人間だということに気が付くということですね。つまり、 猿ヶ島の猿がどうして猿になるかといえばですね、自分が猿だって気がついてないからなんです。人間がただの人間である。どうしてただ人間がただの人間かというとですね、自分がただの人間であることに気がついていないからということになるのではないでしょうか。しかし、そんの人間でもですね、自分がどんな人間であるかに気がつけばですね、その気がついた瞬間に人間はただの人間ではないということになります。猿ヶ島の猿猿猿のでもですね、自分がただの猿だと気がつけばですね、私はただの猿だと気がつけばですょ、その猿はもうただの猿では ないということになりますと,いうことですね、もう一度、まあ、一緒に皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ということで、今日の、まあ、これはあの今日の動画の、ね、B 版ということになりますけども、まあ、先,ほど先ほどまでに全身、ね、進邪神というテーマで、ね、考えてきましたので、それをもう一度総括的にまとめてです、ね、皆さんのお伝えしたかったので、この B 版を出しました。では、今日のビデオであり、ここで終わります。